おお。ベイソン、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 ベイソン。どうも、萩原ベイソンでーす。本日はですね、こちら段ボール、いらなくなったガット、カッター、ガムテープ、ガムテープを使って突風打ちを打てるような強靭な段ボールラケットを作ってみようという企画でーす。やっぱ僕はね、貧乏なのであまりラケットは買いたくありません。ダンボールでラケットが代用できたら、それはいいものがね、いいものプレミアムということで、早速作っていきます。タヌキをしてね、あの、出来上がったやつに水かけようぜ。やめろ、ダンボール水呼ぶんだ。はい、とりあえずこちらですね、完成しました。こちらです。ただね、これね、1枚だけだったらペロンペロンになっちゃうんですよ、これって。これをだからミルフィーユ状に切っていきます。エレンは作れると思う？いけると思うし。マジ？ちゃんと補強してる。エレンさん、図工の成績どんぐらいですか？図工は4だった。じゃあいける。もうさ、これガムテープで補強しちゃえばいいんじゃない？そんなもんでいいかな。いい感じ、いい感じ。いいし、これで3個できました。イエーイ。なのでこれを段ボールで、ガムテープで、これをガムテープで補強していきます。これをね、まずはガットを通しましょう。見てください、これこういう風にできるんですよ。でもこれまず段ボール固定しないとダメだ。補強をまずしよう。ガットは貼っちゃったから邪魔だ。ちょっと完成に近づいてきました。やばい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 って。ただいまレンがなんか手伝ってくれてます。なんかって言われる。勝手にやってるわこいつみたいに。ここどうやってやればいいの。今レンがやってくれてますね。はい、ということでこちら縦横ガットが貼れました。イエーイ。ねえ、どうですか？頑張りました。頑張ってね。結構ちょっと高かったですね。これさらにこう補強するためにこうやってガットの残りをこうします。で、これね、何がいいかって、ここに結べる。ウィーみたいにできる。ウィーみたいにこうやって、ほらこうやってできる。取れないように。それではこちら手作りラケットが完成したということで、早速打ってみましょう。イエーイ。じゃあちょっとお願いします。 B みたいにします。こうやってこうやれば、ほらこうやって、こう万が一こうなったとしても、ここ戻ってくるから。じゃあちょっとお願いします。はい。おお、いってるいってる。
終わりです。意外と打てました。意外とでも打てたね。はい、ということで手作り段ボールで意外とボールは打てるでした。イエーイ。じゃあ、ということでこれを差し上げますので。あ、ありがとうございます。はい、大事に使ってください。ありがとうございます。この動画面白かったらぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、以上です。ありがとうございました。飛んだ、意外と飛ぶな。